虫歯菌で虫歯マッチ。おいしそう。どうしたんだっち、ほっぺた押さえて。あ、マメッチも美味しすぎてほっぺた落ちそうなんだっち。違います。あら、美味しくなかった。違う。すみません、今日は帰ります。どうしたんだろう、マメッチ。あ、もったいないから食べちゃうだっけ。マメッチ、こんにちは。あ、まさか、まさか、まさか。マメッチ、そんなに急いでどうしたなっち。これで映せばどんな小さいものでも見ることができます。まさかそんなはずはないと思いますが、万が一の確認です。うりゃあ。今日も歯をガンガンに掘ってやったぜ。やっぱり虫歯です。なんだ、カメラ。何言ってんのかわかんねえよ。あ、もしかしてマメッチ。いや、君の歯すごく住み心地いいよ。これから末永くよろしく。よろしくなんてしないです。早く治療しなくちゃ。でも歯医者さんにはあのキーンという音を聞くと。はい、あーんして。体がガチゴチになってしまうんです。こうなったら自分で何とかするしかありません。歯磨きで虫歯菌を洗い流します。どうしたの、マメッチ。そんなに一生懸命歯磨きして。今忙しいんだよ。失礼しましたです。反抗期かな。あれだけ歯磨きすればきっと虫歯菌もいなくなっているはず。できました、改良型ミクロカメラスコープ。よし、これで虫歯菌がいなくなったのを確かめましょう。さあ、虫歯菌がいなくなった歯を写してください。お、これは。よ、歯
ブラシからの安全対策は完璧だぜ。ドームのお掃除ご苦労さん。そんな落ち込んでいる暇はありません。歯磨きがダメなら次は餌で釣ろう大作戦です。大好きな甘いものに釣られてきっと出てくるはずです。さあ、いつでも出てきてください。まだですか？うん、顎が疲れました。マメッチ、ご苦労ご苦労。食料は十分貯めてるもんね。そんな。こうなったら最後の手段です。出て行ってくれるように説得するしかないな。ああ、虫歯菌に次ぐ無駄な抵抗はやめて、早く俺の歯から出てこい。嫌だね。こんな住みやすい場所から出ていくわけないだろう。何が目的だ。決まってるだろ。お前を虫歯だらけにしてやるのさ。なんてやつだ。こんなことをしてきっとお前の母さんも泣いているぞ。ああ、お袋もこっちに呼ぼうかと思ってたんだよね。なんせ快適だからさ。そんな虫歯菌が増えるなんて。おふくろ、ようこそ我が家へ。あらあら、立派になって。さ、みんなも連れてきたよ。兄ちゃんすげえな。マメッチの歯に住めるなんてかっこいい。よせよお前ら。はい、今度隣の歯に引っ越してきたものです。そして娘です。おめでとう。よし、それそれ、マメッチの虫歯で。マメッチじゃなくて虫歯っちね。この服を着てツルハシを持つだっち、きっと似合うだっち。そんなの嫌です。どうしたんだマメッチ。どうして口を聞いてくれないの？ちゃま、お兄ちゃまとお話ししたいです。お邪魔します。お邪魔します。大地、マメッチちゃま、クチパチちゃま、どうしたですか？今日マメッチの様子が変だったから気になって。マメッチどうしたんだっち？口を開いたら僕が虫歯だってことがバレてしまいます。そしたら歯医者さんに連れて行かれてしまいます。マメッチ、それもしかして虫歯？
との鬼ごっこに勝てるのは君と育て合う友情。僕たち出会った日からハッピーです。一緒に遊び笑って過ごした時、修行に付き合ったんだ。え、なんだあの化け物は。あんなのに捕まったら食べられちゃうし。キキッチ、修行は厳しいでござる。絶対見るでしょう。君も今日からたまたまで